やっほー、インスタでよく聞かれるから、イギリス生と日本の文化的な違いについての動画を作りたいと思ってるんだけど、テーマを2つに分けてみよう。まず、日本に初めて行った時、一番驚いたのは礼儀の違い。イギリス人にとって礼儀とは何だみたいな質問がたくさんあると思うから、ちょっと説明しておこう。イギリス人の私から見ると、礼儀正しというのは周りの人の気持ちを気合うことだね。それが大事。相手の負担になるのを嫌うから、友達に頼みことをするより自分で頑張って問題を解決しようとする。迷惑をかけたくないみたいな。確かに人によるね、その人の性格次第。例えばレストランとかで注文したい時はアイコンタクト使うね。店員さんをずっと見つめて、店員さんが来るまでじっと待つ。正直時間の浪費だと思うけどそう、日本に来て日本人の食べ物の注文の仕方はめっちゃ失礼だったと思った。初めてカレーハウス、高校一番屋に友達と一緒にいた時に、その友達は店員さん大声で注文してた。私にはそれはあんまりにも直接的だと思ったけれど、早く注文できたので大声は張り上げる日本人がいるのは納得できる。そう、数年間にわたってイギリスの礼儀についての意見が変わった。ステレオタイプかもしれないけど、イギリス人は礼儀を気にしすぎちゃう、癖があると思う。実は日本にちょっと似てると思う。そんなに違わない。とにかく正しい注文方法とか正しい振る舞い方というものはないと思うね。私の関係では、今自分がいる国の習慣と規則に従う限り全く問題ないと思う。次は建前と本音ね。ちなみにこのビデオの目的は避難するためじゃなくて、自分で気づいた違いを単純に話したいだけだからね。はい、イギリス人のユーモアに皮肉はすごい大事ね。ユーモアだけじゃなくて、皮肉によって周りの人への伝え方も影響されてると思う。でもこれに比べて日本人の社会の仕組みは基本的に違うと思う。そういえば日本人も皮肉を言うけど、機能が異なってる。言葉で説明しにくいけど、日本語が皮肉、ミート冗談を言うと違和感を感じる。手前と本音に関係があるよ待って、つながりをそろそろ作る。イギリス人は言ってる皮肉に関して真実ではないことを相手も認識してるので、お互いに対する敬意があると思う。日本人じゃないのでこれを言うのはちょっと気まずいけど、建前はほんまに分かりづらい建前は皮肉じゃないということは知ってるよ。まあちょっと違うトピックかなまあ変わんない。建前を聞くと壁を感じる社交辞令かな。例えばコンビニに入ると、国によって店員さんの反応が全然違うね。英語だったら What you want? Bag? Yes? おつばした What you want? Bag? Yes? No? って言われる。失礼かもしれないけど、店員さんの本当の気持ちを理解できて安心できる。日本は店員さんはマニュアル通りの店員英語を繰り返して、うなずいて出るみたいなそしてほんまにそう思ってるか、思ってたかなと疑っちゃう。そうは言っても、敬語や尊敬語が好きじゃないわけじゃない。国ごとに違う特徴だと思う。英語はたまにきつい。もし日本語でいつも言いたいことを言ってたら、なんて言う、暴力沙汰や喧嘩がもっと多くなりそうな気がする。今日の動画はちょっと複雑なトピックだったけど面白かったし、文化の違いについて話してよかった。5にいれば5に従えて
いう言葉は本当にその通りだと思う。見てくれてありがとう。またね。バイバイ。今動画作りたいけど今度参加するよね。バイバイ。